おはようございます。川瀬のさんです。はい、こちらはですね、最近買った園芸資材ですね。ハウスの中とかで使える道具なんですけど、まあ、最近買ってないやつも前からあるやつもあるんですけど、はい、まあ、よく使ってるやつです。で、これはですね、ハウスのビニールとかを修正テープで、まあ、破けた部分を止めたりするんですけど、手で切れるテープをよく買うんですよね。はい、ここにね、ちょっとザラザラしてるんですけど、ツルツルしたやつはハサミを使わないと切れないんですけど、これは手で簡単に切ることができるので、いつもこっちのテープを買ってます。ハウスが破けたところとか。はい、で、これはやカチャカチャ誘引するときに、トマトのこの部分ですね、このテープです。はい、これもよく使ってます。で、これはトマトトン、トマトのね、ホルモン剤ですね。で、これはね、デジタルじゃなくてもアナログなんですけど、タイマーをこうやって回すとゼロになるとってなるんですよね。はい、僕はこっちの方が使いやすいです。よくね、水の時間とかを測ったりするときにこれを使うんですけど、やっぱりね、音が鳴らないと忘れてしまうんですよ。だからいつもね、こいつが教えてくれるので、はい、アナログ派ですね。これ活躍します。あとは温度計、それからこれは温度と地温ですね。はい、土に刺して土の温度を測ってくれるやつです。やっぱり冬とかマルチ、黒マルチ、白マルチ、マルチなしとかでも温度が変わってくるので、やっぱり土の温度も結構大切なのかなと思います。で、これもですね、土の温度も測れるし、あと土の中の酸性とかアルカリ性、pH を測るやつですね。あと水の量とか、まあ水の量はね、詳しくは測れないんですけど、少し湿ってるとか乾いてるとか、そういった基準で測ってくれるやつですね。はい、まあ試しにブスって刺してみると、こうやってまあ6とかね、標準されるんですけど、はい、6かな、だいたい基準は7ぐらいがいいって言われてますね、pH は。はい、で、ここにスイッチがあって、これを逆にすると土の温度を測るようになります。で、今ここ太陽のマークにローって書いてあるんですけど、今光が弱いですよっていうことですね。はい、これが3000円ぐらいかな。はい、まあ本当はハウスの中とかでよく使ったり、まあ活用したり、してる資材なんで、よかったら参考にしてみてください。これはね、もうミニトマトの場合は今からはクリップで留めていくので、この2段だけしか使わないんですけど、またキュウリで使っていくので、はい、ちょっとね、また今日買ってきました。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。